中村市は高知県西部に位置していたし、2005年4月10日、隣接する西戸佐村と合併し、四万都市となった。高知県西部の中心都市である。中心市街地は五番目城に区画されており、土佐の小京都として知られる。戦国時代には土佐一条市の城下町であった。なお、隣接市町村に四万都町があり、隣同市で混乱しやすいため、 道路標識では、四万十市は、中村、四万十町は、久保川と表示されている。市内にある警察署が、合併前から名称が変わらず、中村警察署のままとなっているのもこのためである。中村と区別する際には、土佐中村や、高知県の中村という。中心部付近は、四万十川によって形成された、中石平野である、中村平野が広がっている。 地域の大半は山林であった。国蔵が拡挙した七世紀には中村は土佐国蔵ではなく旗国蔵の領土に属していた。律令制が敷かれると土佐国蔵と旗国蔵が合併して土佐国となり旧の旗国蔵の領土は旗軍となった。戦国時代には土佐一条市の城下町となり土佐京都と呼ばれるように京都をモデルとした都市づくりが行われ、 旗軍の中心地へと発展した。しかし、土佐一条氏は、天正時代になると、高知を本拠地とする長祖壁氏によって倒され、長祖壁氏の領内に入れられた。江戸時代になると、長祖壁氏から山内氏に統治者が変わり、中村は山内氏が治めると佐藩の領内に入った。突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる、 中村支配史時点で、現役校の学校について記載するが、太地の学校は2018年7月現在において、四万都市立として存続しつつも休校中であることを示す。県立中学校私立中学校国道。ありがとうございます。